あ、30分過ぎた。どうだ、もう少し、あ、4度も下がった。さっき見たら 24.4 度だったのが、あ、 20.3 度になった。おはようございます。気温がさっきから4度下がった。やんだかな、みんな傘さしてないですね。もうおはようございます。いや、大都会、おはようございます。あ、あと音量どうですかね。実は今回パソコンとの間に IC レコーダー挟んでるんで、こっちで今音量調整できるというかしてるんですよ。音量割れたりしてませんか。割と手元で簡単に調整できるようになったんで、こっちで GoPro 用の録音をやろうと思って。これもいろいろ自動調整が勝手に入るんであまり良くないんですけどね。PCM リニアレコーダーとかの方がいいんですけど、大丈夫ですかね。よし、これ間に挟むとパソコン側で録音しなくても GoPro 用の録音がこっちでできるっていう、まあいろいろ便利なんですよ、私にとって。配信は関係ないんですけどね。こんにちは。さて、じゃあ行きますかね。もうやんだから大丈夫かな。今日マウンテンバイクです。どんぶり祭り、昼ご飯にそこ通ろうと思ってます。徳島じゃなくて福島。着いた途端に周りが真っ黒だったんですよ。ん？何アップ？ん？パソコン壊れても GoPro は、そう、 GoPro の方は音声がちゃんと取れるようになる。いや、まあ GoPro に直結してもいいんですけどね、マイクは。まあでもいろいろと便利です、この方が。あ、そうだ、音質ですね。もう一つ思い出した、忘れてた。今回のマイクはこれになってます。おはようございます。あ、もう早速崩れてきてる。ですね、ソニーのステレオマイクです。あ、これ話したから聞こえるかな。に、両面、100均で買ってきた両面テープと100均で買ってきたフェルトを使って直にマイクの周りにフェルト貼り付けてます。どうだろう、ステレオ関係ありますかね。まあモノラルマイクだったんで今まで、あとメーカーも変わったんで、だいぶ音の特徴が違うと思います。お、地元の、あ、左右でステレオで聞いてる人ですか。じゃあ右左どうだろう、わかりましたかね。あと今指で叩きましたと、右叩き左叩きとか関係あるかな。まあ別にステレオにすることでどうなるかってわかんないんですけど、試しです。なんとなく、まあ弱いですよね。じゃあ自動無料延長にして、あとそうだ、今ここ出さなきゃ。マイコマンド、上下左右左右 BA。 今日はですね、途中バンダイアズマスカイラインっていう、わからんかった。やっぱりそんなもんですよね。もっとなんか極端に左右離さないと。でちょっと待ってください。今エクスペリア起動しますんで、これ今ここ出すために持ってきました。サーノイズ、あ、いつもよりですかね。いつもの方は結構こもって聞こえるんですよ。割と私は今まで使ってたモノラルマイク、オーディオテクニカの AT9904 かな、はちょっと音がこもりすぎかなと思ってました。ただシャリシャリしすぎても聞きづらいんですよね。お、だからハーハー言うときに、お、なんか桃色の服の人たちがウォーキングかな、 JR の企画みたいですね。スタッフ福島駅、音がこもって聞こえてます。信尾山散策ツアー、あ、後で会うかもしれない人です。信尾山散策で体も心もなんとかアップ、ビルドアップか。電波、あ、どうだろう、
この間規制食らってたっぽいですからね。祖父母の音質が聞きづらくなるかもしれない。さらにあのサッカー音っていうんですかね、スとかスとかこんな感じの音が目立って聞こえると思うんですよ、いつもより。で、まだ GPS 不足してないな。まあ、ほっときましょうかね。今回も今こう切れまくるのかな。よっと。じゃあ、機材意識を、おはようございます。ウエストバッグの中にしまい込ん。うん。式のスタートどこだろう。アイスクリーム。まあ、通ったらですかね。一応今日の予定コースは、昨日の夜更新しておきました。ツイートした時より、あ、ピントオートですか今。ちょっと待ちよ。コラッセ、コラッセは来なさいかな、いらっしゃいかな。フォーカスは、あ、そうだ、あとこれウェブカメラもですね、ヤフオクじゃないや、アマゾンで中古が出てたんで、あ、自動フォーカスだ、ありがとうございます。おはようございます。新しいカメラになったんで、同じモデルの新しいやつになったんで、曇りが取れたんじゃないかなと思うんですけどね、この間までに比べると。まあでも並べてみないと分かんないですね。よし、さてもう走り出せるかな、これで準備できたかな。曇りどうだろう、分かるかな。天気はですね、さっき雨降ってました。つくなり空が真っ黒だったんですよ。で、見てる間に温度が4度下がりました。本当に気温感じる、下がったの。あ、イベントありがとうございます。ございます。よし、で今回新しい方のマウンテンバイクしました。かわいい、ありがとうございます。ありがたくないけどな。かっこいい、かわいいと、あとなんだろう。あ、ありがとうございます。黄色い、リフレクティブ、フィックスリフレクティブっていう、反射テープ貼ってあるんで黄色いです。まあ、いろんな色があるんですけどね。このマウンテンバイクは 10万ぐらいですね。この黄色はですね、夜光る黄色なんですよ。夜光るは間違ってるな。ん、何が何で。そう、フィックスリフレクティブっていうのを、ニコ生配信してるから、違う、サイバーサイクリストって名乗ってるから、サイバーと名乗ってるからこれつけてみてくださいってメーカーの人からもらって。いや、こうじゃないですよね、反射です、あくまで。いや、スポンサー、すごい光。あ、ブレーキがスカスカになってる。ん、あ、そうだ、シートポスト、そういえばシートポスト、あれ、これでいいか、大丈夫か、メイド。あ、そうか、使用機材、前回一時的にクロスバイクの方にしたままだ。よいしょ、アーツさんの、あれですよね、スペシャライズのやつですかね。1センチぐらい上げてみた。今日ちょっと朝、駅まで乗った時にちょっと低いなと思ったんで、やっとじゃあ走り出せるかな、走り出せるかな。ディスクブレーキ、いや、ディスクブレーキかどうかはあんまり関係ないですよ。あれ、ちょっと待てよ。あれ、さっき転送して、トラックマネージャーで、あ、まだ表示してないか。予定ルートが見えなくてちょっと焦りました。あれ、今ここ出したつもりなんですけど、まだ？そんなペース。ペースについてどこ言われたくねえな。言われたくねえな。この反射テープは、ディスク。あれ、待てよ。おはようございます。いや、これディスクブレーキじゃなくても内側に貼れるはずですよ。あれ、待てよ。そうか、ディスクブレーキじゃないと、これって今の貼ってるとこに貼れないよな。ディープリムだったら貼れる。ペダル。はい、ございます。大丈夫です。そうか、確かにディスクブレーキかどうかで大きく変わりますね。ああ、なんか全然意識してなかった。自分のことながら。まだパラパラ降ってんな。タイヤには貼れないですね。貼れると思います。 GoPro も今録画できてるよね。よし、おはようございます。まだパラパラ降ってますね。普通意識しますよねすっかり忘れてた。よいしょ、じゃあ出発。
島駅は駅ビルがエスパルって書いてある。これが駅ビル名かな。でも駅ビルしたらこれ低いですよね。2階建てだ。やっとスタートです。でまずはあの近くの信尾山っていうこの辺りの平地にポコッとあの盛り上がってる山を登りに行こうかと。です。福島の S かな。向こうの方にも山見えてますね。なんか何ですかね。あれは忍山ですか。信尾山じゃないんですか。信尾さんかと思ったのに忍山か。なるほど。いやあの本当に読み全然調べてなくて信尾山と読むのかなどうかなと思いながら今喋ってました。いやと今ここなんでダメなんだろうな。ちょっともう一遍見ますね。信尾じゃないか。信尾向こうの方にあの山見えてるんですよ。今ここをあれまだ GPS が、ああこれ GPS 補足するのに時間かかってるのかな。天気あんまりです。さっき雨降ってました。大山信夫、なんか大山信夫は武器人間っていう映画の宣伝で声やってましたね。武器人間って言ってました。もう止まったか。どこだろう。電波だったらいいんだけど、またこれか。ってことはウェブカメラじゃないな。よいしょ。もし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 、これで復活したかな。オーディオビデオデータに異常があるってエラーでしたね。この間帯広空港で見たのと同じやつだ多分。ってことはウェブカメラ本体側には問題、ウェブカメラ本体側の問題じゃないんだな。なんだろう、なんだろうな。オーディオか、オーディオかケーブル周りか、あとは PC 本体だったらもう致命的ですね。あ、今来た。ありがとうございます。ガス30度超えてんのか今日は。今こちら20度ぐらいまで下がりました。さっきあのなんだろうな、帯広空港であの下向いたりバッグを動かしたりしたら止まったりしてたんですよね。しょっちゅうまた同じ問題起きてるのかな。あの時は自然になんか起きなくなったけど。確かに朝暑かったな結構。山が見えてる。山が見える。おはようございます。わからずじまいでした。今は大丈夫ですかね。27、30度。明日から私は寒い思いすると思います。気温も下があの全体的に気温も下がるみたいだし、正面のあだと思います。あれだと思います。であと10時からどれだけつけてないです。10時からこの駅の近くであの全国どんぶりサミット、どんサミットかな、どんぶりサミットかなっていうのがあるみたいですね。結構あちこちで開催されてたものらしいんで、電車と私のことがおじさんって、私は初老ですよ。さっき結構降りましたね。そう、どれだけないと、でも荷物後ろにくっつけてるからその分荷物は濡れるが体は濡れにくい。サミット10時からなんですよ。10時から、16時までなんで、まあ昼頃行ったら混んでるだろうけど、今日泊まるのはログキャビンステラポートユースホステル。覚えづらい。ログキャビンステラポート。ステラって星ですよね。
もともとスターハンとユースホステルって言ってたところが微妙に何か温泉地内で移転して名前が変わったらしいんですよ。2年3年前までスターハンとユースホステルって言ってたところがログ料金5000ちょいです。ログキャビン、あ、裏番で明日泊まります。で、今日とか明日のこの辺りのホテルとか宿系はですね、ほぼ全滅してます。まあ、ホテルはそもそも一人で泊まろうと思ったらなかなか泊まれないんですけど、おはようございます。ホテルじゃない、旅館か。会津まで行かないで、会津の手前で北に折れます。米沢に向かいます。明後日通る白布峠っていうところは今まで見た中で一番綺麗な紅葉を見たところなんで、ちょうど今の時期に走るのも10年ぶり。これ どっちに渡っておけばいいんだろう。露天風呂どこですかね。あとこの辺り飯坂温泉とかありますね。大峠篠部山ですよね。昔あの土湯峠っていうところから下ってきて、あのこの辺り上から見渡したことがあるんですけど、あの篠部山って本当出っ張ってますよね。周りが平坦なのに、しかも結構標高あるんですよね。270メートル。温泉ですよね。あ、ゴーテックス持ってきてはいるんですけどね。飯坂温泉の方は前モニワッコっていう方に走ってたことありますよ。釣り上川登ってモニワッコっていう人工湖ダム湖行って、そこからいくつか峠越えて山形県上山市に行って、で翌日にツールドラフランスに参加するっていうのを何度かやってます。2回かな、それそのパターンは。ほう、生活、あの震災と原発絡みかな。さっき雨降ってました。もうやんだみたいです。さっきまで全然あの X バンドの雨雲というか、あの降雨レーダーにも何も映ってなかったのに突然降りましたね。予報でも雨の予報じゃなかったのに、何がない。こっからまだほぐせしていいか。で今日はですね、宿まで直行すると20キロないぐらいなんで、まあ、登るんですけど、紅葉、そう、モニワッコ、確か2回行ってますね。モニワッコ2回行ってるな。あそこ猿ばっかりなんですよね。でその上に行くと11月あたりは、あ、気温はだいぶ涼しいです。今はあのあたり紅葉が綺麗なんですよね。11月あたり朝飯はサンドウィッチ食べました。東京駅の新幹線構内で、あれ、日原は明後日通るな、最終日に。浄土平、今は紅葉じゃないですか。今日は5時半前かな、5時ぐらい起きですね。桧原湖、今回はあのとルートから泊まる宿から全部先にもう計画済みっていう、あ、半袖です。私にしてはえらい珍しいパターンですね。泊まるところが全然確保できなかったんで調べてみたら、列車、あの新幹線はもういっぱいでしたね。あの指定車両の方に自由席の立ち客の人たちが溢れてくるほどではなかったんですけど、バンダイアズマ、あ、そうですか。まあ、どっちしろあのスカイラインのところ初めて走るんで、まあちょっと早すぎたかもしれないな。でも標高で言ったら確かバンダイアズマスカイラインの方が高いんですよね。最終日に通る白布峠に比べれば。さてこれで予定ルートに乗ったかな。いや、まっすぐ行こう。
おはち巡りか、おはち巡りか。どのぐらい寄り道になるのかな。まあちょっと調べてみます。あ、今日はどっちしろ途中まで登るだけなんで。で、浅まくてマックありましたっけ今。くれる。ああ、まあでもこういうの割り掛けよりはいいかな。まだこっちでいいか。お、 FTB の電波塔が。ん、あ、泊まるところがなかなかなくて、で、あのユースホステルに昨日電話したら今日も明日もあのそれぞれ取れたんで、ルート上で。お、いらっしゃいませ。中山から自走ではないです、多走です。まあ主に新幹線です。これですね、あの信夫じゃなくて忍山。さっき降ってて今晴れつつあるところですね。これ北の、あれどっちから雲流れてる、西志富士、東山のことかな。なんもないですか。これ見晴らしがあると思ってあの予定ルートに組み入れたんですけどね。あ、東湖富士、これの、あの左の方が高い、一番高いところなんですよね。でも展望台とかなんもないな。今使ってるのは富士通のルークスっていう小さいパソコンです。じゃあこれ左のてっぺん登っても何も見晴らしないのか。まあ多分花見山。うん、ちょっと青空見えてますね。これから晴れてくれなきゃ困る。今日はなんか夕方あたりもちょっと雨が降る予報なんで、あまり遅くなってもまずいんですよね、ゆっくりしすぎて。まあ、13時ぐらいには登り始めたいな、西に向かって。あ、これ電波塔だけじゃなくて FTB の本社はあるんですかね。 FTB で多分福島テレビですよね、単純に。お、西へ行きます。今日は味噌味、ゆず味噌、常年味噌、いや10年味噌か、しそ巻き。花見山ってどこですかね。北海道。 ありがとうございます。ふぐちゃんって人の名前もよく出ますよね。ふぐさんという、あのふぐちゃんさんという名前さんに迷惑かけようとして言ってるのか、あるいはその単純にみんなが知ってるという前提のもとに話をしているのか。私は一部はその嫌がらせが入ってるんじゃないかなと思うんですけどね。団長、あれ団長ってテレビの人じゃなかったっけ。テレビの人で撮っていい方も今しないかな。山主の人、うん、どこに来る。ああ、あの私は日本一周っていう文字列でもあの番組検索で自動的にコメント取るようにしてるので、今あの株でやってる人ですよね。1時間に10キロぐらい地元。ああ、なるのかな。なんか悪意がなければいいんですけどね。どこから登るんだっけ。もうちょっと右か、福市、一手の朝市みたいな。塩釜神社、ちょっと神社詳しくないんですけど、塩釜神社っていうのは全国にある神社なんですかね。諏訪神社とか、あと何神社があったっけ。なんたら神社っていうのは結構全国に広まってる神社ありますよね。おはようございます。こっちかな。なんか何も案内板とかないんですね、この忍山。うん、あ、おいらせ、ほんの少し後だったな。
お、延長ちゃんと動きましたね。お、なんかやってる。あ、来た方。変な。すいません。あれかな、あの実は。変な石像ですか。あ、展望デッキありますね、一応。20キロ、トータル30キロぐらいになりました。あの福島市街での宵道をいっぱい作ったら。今あの予定ルート見ると、あの昨日の夜更新しましたんで。やっぱあの標高200メートル差のとこ行くかな。カラスガザキ展望デッキっていうのはてっぺんにありますね。いや、信雄山、忍さん。で右側の方がなんかよくわかんないですよね。小豆島、この山の中で88箇所ことがあるんですかね。小豆島あれ何箇所なんだっけな。あれも島の中に88箇所とかあるんでしたっけ。山がどうなんでしょう。気軽で安全で楽しい山。あ、花見山って言ってるのこれのことですか。確か下の方に桜の絵が書いてありますね。で第二展望台が右の方の屏風岩、あなたにあるんですね。あ、花見山は別か。ん、忍さんって全国にあるんですか。私ここしか知らないです。あ、本当だ、桜の絵が書いてある。うん、宿泊は今日はあのステラポーというソステルです。星の港というソステルです。もっとスタハンというソステルです。そう、私もあの忍って読み方は全然知らなかったので、信雄山ってさっきまで読んでました。間違ってる可能性高そうだなと思いながらも、さてここからかなり登りますね。標高差200あるはず、てっぺんまで。オートブツ、これのことですか。ん、ジャンボアップル、あー、リンゴ収穫祭の時ですね。ん、福島はフリガナガですね。おー、やっぱりダンシングするとフロントサスがあると全然違うな。違うと言っても楽かって言われるとまだそうでもないな。よっと、よっと、ああ、いきなり信雄を残す残す。今ちょっとダンスってしまってます。ダンスっちまってます。ああ、信雄と忍ちゃんはそういうゆるキャラがいそうな気がして。わらじですか。牛だ。前回よりは軽いです。うわ、そう、は、今回テント持ってきてないです。これ梅マークですかね。押し歩きはあまりやらないですね、疲れるんで。これまた立派な、七五三、七五三って何月なんだっけ、春じゃなかったっけ。祝七五三、なんて書いてある。七五三なんで読めない。参りか、これ詣での詣で利と、利と送ると参りかな、これ。何してください。よし、登りはまたこれからなんですよね。ああ、昼寝、昼寝。大さん、この辺りは、ああ、兄貴完全にあまり強くないな。
弱いとまでは認めたくないけど、でも弱いな。読みもそうだし、あの書けないですね、全然漢字が。ワープロ人間なので。こっちは黒沼神社。初酔い。うお、あ、カメラついたかな。お、どっかで花火になりましたね、今。嫌ですよね。あれ、ついたか今。あ、ついてるついてる。ゆず生産あるみたいですね。ん、何の印象。GoPro の方にも少しついてるな。よっ。ん、ネローさん漢字得意なんですかね。 GoPro 大丈夫かな。よし、これで取れた赤アリが広がったかもしれない。これまたなかなか。これ 10% 超えてますね。道間違ってないよな。辛辣。あ、ネロさんが。頑張ってる頑張ってる。もう落ちましたか。なんかその GPS を連動、あの一定時間経ったら GPS 切るみたいな設定がどっかあるんかなと思って調べたんですけど、見つからないですね。この初っ端の標高差は、あのユムリランド坂3個分ぐらいありますからね。あれあれ、フロントインナーまで落としてる、いつの間にか。パワーセーブとか、あ、電力設定とかかな。いかなさそう。停止開始。あの、すぐ息が上がるのは、あなたはまだ私の放送あまり見てませんね。あ、茶飯事ですから。茶飯インシデントですから。今日、おう、ユースホステル新設は、でも最近でも結構あることがあるんですよね。多分消えてる方が多いんだろうけど、この近くは意外とユースホステルあちこちあって、あ、夜景いいな。シートポストに、いや、今日自炊装備持ってきてないので、あの市街地で、あの全国どんぶりサミットをで昼ご飯にしようかなと思ってます。で、こっからどっちだ、左の奥行ったら上の方なんですね。今日餅じゃないです。あ、その餅サミットのことも、来週なんですよね、餅サミット。岩手県一関市餅の関市の餅サミットに行く予定なんで、そう、左に行く予定です、もともと。おう、わ、どん、そう、この最初の坂はかなりきついのはルートラボで分かってましたけどね。
やっぱきついな。すごい勾配だな、やっぱり。走ってます、走ってます。つくね丼。私は仙台漬け丼だったかな。とかが気になってます。どんぶりサミットのホームページ、昨日の夜見たんですけど。お断りいただいた方はこの限りではありません。お断りをした人ってことか。違う違う、お断りしてちゃんと断ってやってる人はってことですね。微妙に分かりづらかった。おお、日が照ってきた。あ、もう消えた。今隙間から日が差して綺麗だったのに。お断りを入れていれば。日本語の意味、逆の意味で使われることがあるから分かりづらいですよね。すみませんとかありがとうとかも大元の意味考えたらなんか変な気がする。で、何よりきつい。こんにちは。初っ端から歯吐いててすみません。早いな。難しいですよね。ここは南東北ですかね。南なのか北なのか。だって母言わないと息できないし。ちょっと冷やさせてますね。ニセクルーズからいらっしゃいませ。新幹線わずか1時間半ぐらい、東京からだと。そうそう、この景色、日がさして綺麗。ああ、通勤圏といえば確かにそうかも。7時12分の新幹線乗って8時48分に着いたかな。だから1時間36分ですね。木漏れ日綺麗ですよね。激しさが、いや、昔は車でも馬力が、レスポンスか、レンズ引っ込むのが遅いです。最近、あ、山虫ばっかりです。あ、そうか、お誕生日か。まだ過ぎてません。まだまだこの先、つづら折りがあるんですよね。そう、緑のトンネルが。おはようございます。おお。ですよね。定期代会社持ちじゃないと。これは街中にボコッとある道は結構標高差でかいですね。道はいいですよね。飲み物先に買ってくればよかったな。もう喉乾いてきた。行かないです。坂が、妻恋とかとなんか似てる感じですよね。今の人はまだ見たことないです。レース系なのかなと思って。昨日やってないです。長妻と東。長妻ってあるんだっけ。あ、ありがとうございます。この柚子が周り囲まれて可愛いですね。
で、もうこれ CM やってんですか。新刊イエス、信夫山です。こっからこれ登ってかなきゃいけないんですよね。お、お、スズメバチだ。結構でかい。わらじはどこ？わらじ、わらじ。え、わらじありました今。ちょっと。結構でかかったですよ。今の色は多分スズメバチだと思う。大きさも。あの濃い黄色と、あのでかさは。ミツバチはあれ、なんか自分自身の体をたくさん集めて、玉作って温度を上げて殺すんですよね、確かスズメバチを。生では見たことないけど。今、大わらじの絵って入ってありましたかね。下ってない。ただの緩い登りです、ここは。でも、頂上までもうあと 1ラウンド坂ぐらいなんで、もう半分以上来てますね。種によってそれができるできないが、てかその技持ってるかどうかが違ったりするんですね。また止まったか。ああ、ここから先なんか結構せいや結構な坂だな。あれはまたエラーかな。もう暑くなってきた。多分これはさっきと同じ現象かな。いや、電波っぽいな。iTunes のダウンロード上がってきたかな。上がってきた、上がってきた。今 iTunes のアップデートの表示が勝手に出てたので、あ、戻った戻った。 OKOK。 iTunes とかなんかいっぱい勝手なことしてくれるんですよね。あ、また下がった。上がった。今復活してるっぽいです。リロード願い、多分アップデートが今走ったんじゃないかと思うんですよね。いや、また下がった。なんか違うっぽいな。リロードがいません。あれ、また下がった点々。おはようございます。移動しなきゃダメですね、多分。どうするか待つか。おはようございます。ヒロドエ。お、髪切りだ。松のまだら髪切りが外人なのか。もう来てくれたなんてことないよな。あれから2週間経ってるし。あ、大丈夫ですかね。iTunes、 あの、なんだっけ、クイックタイムを入れるときに一緒に入っちゃってますかね。iPhone つないでやったことは、こっちの PC で iPhone つないでやることはないはずなんで、やったことなかったはずなんで、多分クイックタイム関連じゃないかな。ああ、電波悪いとこじゃなさそうなんですけどね。で、道はさっきよりもまたさらに良くなりました。味があっていいな、こういうところ。
あ、日が陰った。写真撮ろうとした途端に。電波かな。階段でショートカットできるのか、これは。ちょっとまた見てみるかな。あ、この音は新幹線。はい、乗ってます。電波かな。よいしょ。今日はこの標高だとそうですね。割と涼しい方だと思います。あ、要は今回自転車は違います。でも、あの、根本的な要はあれは消えました。 BB 周りの問題でした。緩んでたみたいです。大体標高は登り終わってるぐらいなんだけどな。まだ。この辺りは微妙だな。少ししてると言えなくもない。ついたかな。そう、初っ端からちょっと負荷高いです。え、中学校10分上じゃないよな。あれ、え、どこに、あ、まだあるのか。おはようございます。もうちょい、あ、うっと、滑る滑る。うわ、ちょっと落ち葉が濡れてて結構グリップが足りない。
ってらっしゃい。いや、どんぶりサミットの予定です。お、どんぐりだ。お、お、左か。砂利が、ちょっと行きたい台です。飲み物欲しいな。下ればすぐあるんですけどね。あ、復活してきてる。電波復活気味。あ、そうでもないかな。200台を前後するってちょっと珍しいパターンですね。最後砂利道になりました。これ登ったらピークですね。ただこの砂利道はこの勾配だとグリップが足りない。いや、これ最後押したな、このところは。ラグ消えてますか。マウンテンバイクでもちょっとこれ登るには、よいしょ、よっと、よっと、あ、大丈夫だった。これは、合算狼仙人。近中、五中、こういう道好きですね。いやー、それほど好きでもないかな。走るところとしては。場所としては好きですけどね。人だ。よいしょ。おはようございます。結構暑いですね、今日は。え、どこ？こっちでいいのかな？結構ありますよね。あれ？下ってるけど、いいのかな？あれ？いや、こっちでいいはず。いちいち不安になる。これはこっち戻ってくるときは押すかな。おお、これはなかなか来た甲斐があったな。天気が悪いのがいましたけど、島ヶ崎展望デッキ、これはなかなか。おお、ちょっとお互い持っていきますかね。タイヤは1.5 です。ちょっと皆さんにはもうすぐちゃんと見せられますんで。よいしょ。おお、これで山の方まで生えてればな。じゃあデッキの真ん中に、イエス、トン様気分。おお、これが福島か。あ、ありがとうございます、イベント。おはようございます。なかなかですね。なんか無理全周囲じゃなくて、このこっち側だけに絞ってちゃんとデッキ作って、あの木が払ってあるのかな、こっちはのがいいですね。ある程度割り切ってある。さすが標高差 200m。
で、さっきからのゴーって音が聞こえてる、何度か聞こえたんですけど、多分そこの新幹線が下通過してる手前のあたりで聞こえてるんでしょうね。福島市街地。忍山は福島盆地、福島盆地っていうのか、ここ中央にそびえ立つ5カ所の展望台から独特の眺望が広がり一望することができます。おお、こっちが今これ第一展望台じゃない。ここは烏ヶ崎展望デッキっていって第一、第二、第三とは別にあるやつだ。あと薬師の峰展望デッキとかもありますね。ちょっと全部当てたら時間かかるな。あ、会津だいぶ西の方です。猪苗代湖でいいよな。あ、電波悪いですか。猪苗代湖を挟んで向こう側が会津になりますかね。会津若松、景色いいです。ロボ線、旅配信者が自転車で真似もないと思うけどな。それぞれがあの旅のスタイルとかに著作権はないと思います。著作権とか何なんだろう。あと同じようなことやってるようでもそれぞれ全然違うと思いますよ。結構ボケるな。ちょっと早すぎたか。もう一遍パノラマ撮影。おにぎりですね。そう、標高、盆地から標高200メートル登ってます。泊まり気味か。画質重視、画質重視か、難しいな。あ、FMLE なんで画質調整するには結構手間かかるんですよ。じゃあどうせ電波悪いんだったら iPhone で撮ってそれを Twitter で流そうかな。 Twitter で流してる間すごく転送に影響出るんですけどね。何があった。ちょっと待ってください。パノラマ写真 iPhone で撮ってそれを Twitter でもう放送の帯域邪魔するかどうかと関係なしに出してしまおうかっていう。ちょっとうまくいかなと。もう一遍よし。でこれを Twitter でしのぶ山からの福島盆地、でこれをトリミングして、あれ？こうか、こうか。これは忍山ってとこです。ツイート結構暗く映ったな。ちょっとこまごまと。私はこれから行くのはこれから行くのはどっち側だ。あっちの方か、見えてない方だ。稲葉白子。あとは逆光なのが欲しいですね。これ東側見てるからな。東側、西側見てるのかね。ちょっと待てよ。見てるのは南側なのか、これ。なるほど。で、そうか、向こう側に見えてるあれは阿武隈川かな、多分。釣ヶ見川は確か向こうの方だから。合図。多分あっち見えて。土湯峠を越えてか。そっか、こっちからだと土湯峠を越えることになりますね。そうですね。ラグが、ツイート、ツイートに失敗してる。ツイート。電波がないと放送が難しい。まあ、これでよし。言葉に戻して。
あれ、だけど自販機なかったな。ブレーキの鳴きがすごいな。ああまた失敗したな。じゃあ今送信中か。電波厳しい。やった。ちょっと先のとこまで押していこうかな。この辺りはピークなのかな。あ、風が涼しい、涼しい。電波が少し来てるな。で、こっから間違えたら何もないよな。写真来たかな。配信は復活しましたかね。ツイートはできてないな、やっぱり。ボンチ、あれツイート失敗してますよね。ちょっと放送に影響あると思いますけど、もう一遍ツイート試します。おさむ、下ると空気が涼しい、気持ちいい。イエス、福島盆地。さっき喋ってた、私が喋ってたからかな、福島盆地ってコメントがあるのは。それがラグがものすごいから、いつののに対する反応なのかがなかなかわからない。自販機はないですね。ああ、涼しい。今日てっぺんの展望台南向いてるから、早朝か夕方ギリギリぐらいの方が日が横から当たって綺麗なんでしょうね。おはようございます。はい、もあれまたダメなのか。完全にツイートもさっきから失敗し、全然成功しないな。失敗し同士。まずはさっきの分岐のところまで下ってからチェックします。
あ、そうだ、今日日焼け止め塗るの忘れてたな。まあこのぐらいの天気だったら大丈夫かな。先々週の北海道青森でも結構焼けてしまったし、まあ、皮がむけるような焼け方ではなかったけど、さっきのなんたら展望台がこの辺りにあるはずなんだけど、これか。とりあえず道なりに行った方がいいかな。遊歩道だし。で、ツイートは今来た、トマト。ああ、ダメだ。あ、FMLE だった。ダメか、もう死んだか。死んだっぽいな。プライマリサーバーエラーっぽい。まあやっぱり、じゃあ通常配信だ。USB にして、パノラマ写真来た。こう、パノラマ来ました。あれ、失敗したはずなのに。今度は FMLE が死んでました。いろいろ起きますね。あれ、ツイートできてました。こっちではツイート失敗したって出てるんですけど、おかしいな。それまだ電波悪いな。FMLE 死、通常配信です。または1になるな。です。電波悪いですね。あ、そうです、そうです。あの、忍山からの福島盆地です。おかしいな、失敗したって出てるのに。じゃあ、ダブって投稿するとこでしたね。っていう、こっちのコメントがいかねえ。とにかく移動しよう。了解。よっと。今日もいろいろ不具合が起きております。デッド。大オアです。あ、おはようございます。ここの分岐を地に行くと鳥居のとこ通って、まあ第二展望台かな。音声来てますか今。あの、2階、いかんな。電波時計の電波と、あ、そうなんだっけ。やっと失敗の成功ですね。バカボンパパみたいだ。バカボンパパ。一応第二展望台の方も回ってから山降りようと思います。最初の成功は、あ、ここも展望あるのかな。第一展望台まで 10メートル。どれのこと。あ、これか、展望台って。そう、忍山っていうらしいです。映像行ってないか。第一展望台がですね、あの、なんて言うんだろう、これなんて表現したらいいんだろう、道路脇のちょっと上がったとこに、あの、
椅子かな、あれベンチが、ベンチがあるのが第一展望台らしい。随分扱いが違うな。じゃあここ自転車置いて、よいしょ、これか第一展望。そう、忍ぶ。やった。お、これはどっち見てるんだ。まあこれも南の方ですね。新幹線のが向こうに見えてるから、まあ、さっきのところの景色の一部だな、これだと。やった。第一展望台に来ましたが、さっき見た景色とそんなに、さっきの景色のに大体含まれてます。これだけか。大竹しのぶ。ドラえもんは、ドラえもんは大山しのぶか。違う、お前は信代だ。いろいろ間違ってる。京都か。10プラスエリア。あまりよくないんですか、ここ。昔の名前、お、カメムシ。これをこう、向こうの方にお寺さん回っていくと、まあいいか、一度行ってみよう。で、この山自販機ないんですよ、さっきから。新幹線の中で朝野菜ジュース飲んでいこう。水分が、よっと、不足しております。無縁坂。忍んだり忍ばなかったり。おお、まだ登る。なんだろう。あれ、これ行き止まり。この先行き止まりって書いてある。あれ、これ3つ繋がってないのか。あれ、これ切れてる。一応地図だと右手の方に道が繋がってるように見えるんだけど、天台宗薬王寺です。行けるだろう、右。あれ、うん、いや、そうでもないです。っていうか、今日は自転車が前回のとは違います。かなり高いですよ。わかんねえ。これだよな。なんか今いらんとこ登ったのか、無駄に登ったのか。お、言葉を納め書。見捨て禁止。ああ。下に降りたら治りますかね。おお。あれなんだ。あれ階段だよな、あの勾配は。あれ道だったらちょっと。よっと。お。あっちはあれ、他前にいる人たちかな。ん？別車。ああ、そうです、そうです。今日はマウンテンバイクです。これ前回乗ったのは、どれの時だっけ？立科山の時ですかね。音声のみっぽいです。あれ？あれ？抜けられるんじゃないのか、これ。
ここから右に下る道はあるはずなんだけど、これか。いっそかな。うわ、なんだこれ。やっと。これすっごい。よっと。よっと。そう、これお寺さんとこの敷地の横、横というかもうほぼ敷地内なんだろうな、これ。ここは自転車で走ったらあまり飲食かな。美術館は中入るの許可いるのと、私自身がそれほど美術人間じゃないので。これどっちだ。これ左でもなんかお寺さんの中通るな。福島はどこも弱いのかな。さっきのあの道だよな。こっからまっすぐ行けば行けるんだけど、競馬場ですか。あ、映ってますか、映像。今度山の向こうをぐるっと回っていこうと思ってるんですけどね。一応車の通る道に出るか。あ、こんにちは。こんにちは。うわ。うわ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 。優しい。うお。何あった。ちょっとこっちが自転車で来るとこじゃなかったですね。お寺さんの横の道から入ってる。うわ、なんじゃこりゃ。マウンテンバイクのブレーキ、ディスクブレーキだから下。うわ、はい、無罪。うわ、ちょっと危ない危ない。ここ危ないよ、この勾配。多分これ 20% とかあるんじゃないですかね。マウンテンバイクのディスクブレーキで下るのがためらわれます。うわ、ちょっとこれ、この勾配、この勾配、暗がり峠とかこんな感じじゃないんですか、多分。あの、勾配的には。危ない、ここ。映像来てますかね。この勾配わかりますか。あの、乗って登れません、これは、私は。グリップが足りない、これじゃ。ほへと坂。うわ。足が、危ない、危ない。自転車降りるのもちょっとこの勾配だと今。危ない、危ない、危ない。今この自転車を杖代わりに降りてます。自転車にブレーキかけながら。本当にこれウィリーですね。こんな道、あの、これ多分お寺さんに徒歩で来る人たち用の道ですね。ほぼ登山道ですね。舗装っぽいことはされてるけど、インディング。うわ、前転しそうです、ここ普通に下ったら。枯葉がそうです。岡本さん、あそこよりもすごいですよ、ここは。あそこの瞬間勾配だとどうかな。で、今ここまた止まってますか。じゃあこれ降り切ったところでまた出しますね。滑った。乗って下れません、怖くて。勾配すごそうだけど、上りもリアルタイムどうだろう。コマ数が多かったら分かりやすくなるかな。そう、雨上がり、そんなに今濡れてはいないんですけど、それでも怖いですね。あれ、アブか、これアブみたいな、蜂みたいなやつが。補助輪があったらカーブでこけそうだな、曲がれなくて。勾配がこんな分かるかな。今歩いてます。これでも分かりづらいかな。もうちょっと斜めから見れば分かるかな。こんな勾配です。お分かりいただけるんだろうか。そう、手前のその崖っぽくなってるところで。ああ、お遍路前なんかどうでしょうで、あの、手すりつかまりながら滑ってるのがありましたね。あそこはああいう勾配なんだろうな。安全第一ですね。おかわり。うわ、どり。昨日分かりましたかね。で、これ随分下ってしまってるから、また今の登り返すのか。もう11時近いな。11時近いな。どうしようかな。もうどんぶり行くかな、どんぶり。
他の向こう側に回り込んだら別の展望があるのかなというのがちょっと惜しいんですけどね。表示、あ、ちょっと人間らしい、あの、表層に変わった。あの、イカリング舗装になりました。イカリング舗装が緩く見える。お、線香の匂い。転がる転がる。勾配、いや、これ、私はそういう機材はまだ持ってきてないです。持ってないです。泣いてる泣いてる。ブレーキが泣いてるぜ。これからまた登らなきゃいけないと思ってブレーキが鳴いてるぜ。俺のブレーキが鳴いてるぜ。イベントありがとうございます。第二展望台か、一周道路ありますね。やっぱりさっき下った分また登り返さなきゃいけない。まあでもこっちはそんなに標高差大きくなかったはずだから行ってみるか。ただ飲み物が欲しい。豆腐でもいい。あ、こっちの行ったらゆず畑の方にお休みどころがあるんで、まあ、店はたとえやってなかったとしても自販機ぐらいあるでしょう。油刺すと恐ろしい。そんなシレッドの恐ろしい騙しをしないように。うん、大丈夫。今日は1回もやってないから。とか一遍もやってませんから。そっから結構どんぐり落ちてますね。ドリンクあるはず。いや、さっきからですね、あの、歩きで来てる人が、歩きの人が 3,4 人と、あとハイカーの格好で集団で来てた人たちがいましたね、さっき。あとお墓参りの人たち、結構自転車で持ってきたのか、あの人。こっちは今自転車だと、あ、大丈夫ですかね。オッケー。でもダメって言われたらそれはそれで、じゃあ仕方がないなって喜んで下ったような気がするな。ラー油ですよね。そうですよね。今ラー油が余っちゃって、この間ごま油と間違えてラー油買ったから。もう言わさず強引に突破しましたが、ラー油は消費しきれてません。それ以前に、あの、バラ焼きのタレもまだ全然使ってないです。心霊スポットですか。いや、まあ、エゴマって聞きますよね、よく。あれってゴマとどう違うんだろう。ゴマとエゴマ、あの人の自転車はアシストなしでしたね。ごまらい、シソですか。味とか、シソ系の味なのかな。そんなことないかな。ということは、ごまとは全然違うものなんですかね。多分私は過去にエゴマのなんとかっていうのは食べたことあった気がするんだけど、間違い続けて、なんか辛いなって言いながら。セミは今聞こえませんね。うん、紅葉はかすかに黄色のところがあるかないかぐらいです。まだですね。お、あ、山柄だ。この距離だからだったらわかる。山柄だ。気温は涼しくていい感じです。さっきざっと雨も降ったんで、あの、駅着いた時は24度だったんですけど、そこからざっと雨が降って20度まで下がりました。下がりすぎ。多分センサー周りが冷やされただけだと思いますけどね。駅前の温度表示の、今はまだ涼しくて気持ちいいぐらいです。いや、まだ少し暑いな。
登ってると暑いです。あ、そういえば今日延長調子いいですね。最初の延長失敗詐欺も起きなかったし、よくある。お、なんだ今の音。今回は福島っていうよりは紅葉を見に来ただけなんですけどね。私が昔走った中で一番綺麗な紅葉があったところが、あさっての白布山って白布峠ってとこです。白布峠、見てる間に温度下がりました。まだ登るな。あと舗装が、舗装し直したばっかりだこれ。5度。一応あの WNI の紅葉チャンネルだと見頃になってました。あ、今このこと忘れてた、出しますか。なんか今ここが一定時間で切れてしまうみたいなんで、 Android 上での設定の仕方がわからない。郡山すぐ近くですよね。郡山は今ここ出し直しました。よいしょ。ここからさらに折り返して登っていくと、さっきあの墓地の中から見えてた向こう側の山の方の神社の近くを通るはず。あ、鎖。お、この鎖は あ、すいません、頻度が本当に高いですよね。数分ですよね。この家なんか鎖でつながれてる。マルチタスクですか。アンドロイドのどこにあるんだっけそれ。これ鎖でつながれてるってことは、おはようございます。そこからさらに山の方行かなきゃダメなんですよね。いずれ鎖を解いて飛び出す日が。紅葉、本当になんで鎖が。旅館しのぶと1泊2食5000円、なかなかお安い。展望台まであと200メートル。南会津、今日は30キロぐらいです。30キロあれば十分1日持ちますね。今放送から開始で1時間半経ったけど、まだ10キロ進んでないと思う。あと今日は夕方あたりまた雨らしいんで、早めに行った方が。あ、取れましたか。ありがとうございます。夕方4時ぐらいにつけるといいかな。確かユースは大体のユースはチェックイン4時ぐらいからだから。で、今日泊まるユースは初めてのとこで、明日泊まる裏番で郵送してるは10年ぶり。前来た時は5月でした。そう、すぐ近くです。宿は標高770メートルぐらいの、バンダイアズマスカイラインの入り口あたりの、ログキャビンステラポートユースホステル。関しては伸ばすんじゃなくて伸びるんですよね。
伸ばすんじゃない、伸びるんだ。あ、ここか。第二展望台。入り口は？テントは持ってきてないです。さっきの松原の方通ったらいいな。栗拾い、結構栗の胃が落ちてますね。よっと、よっしゃい、うまぜ。よっと。よっと。あ、水道がある。テンポ悪いみたいですね。こっちが第二展望台かな。見てる方向は、あれ、これも大体、あ、南東の方見てるのかな。あ、運動場がかな、あれ。ん？馬？でもないか。あれ犬か。食べ、何を？第二展望台からの眺めです。これはさっきとは少し違って見えるな。でも北側見れるところないですね。あれ見えてるの、あ、競馬場がやっぱりあるのか、あそこ。あ、あれ JRA って書いてある競馬場だ。あ、じゃあやっぱあのでっかいトラック、あれ競馬場のトラックなのか。高菜とか温泉、そうですよね。アルコー、え、忍山が、そう、ログキャビンステラポートユースホテル、丸太小屋星の港ユースホステルかな、直訳すると合ってんのかな。ステラといったらステラアサルトっていうポリゴンゲームが昔ありまして、ハードは持ってなかったんだけど。あ、これ両手見えてるのか、向こうの方。転送速度は、声だけですね、これは。声だけですね。あ、まあいいや、カタカナで。虫が、よっと。ツイッターじゃ。ツイートで、第二展望台。知りませんね。やった。ツイートで。ツイートニングで。仕方ないですね。やっぱ20度じゃないな。今はもっと気温高いな、これは。あ、水道があるけど、なんか美味しいジュースのために喉の渇き我慢しとこう。お、どうだろう。実は自宅から喋ってるだけだったり、笑ったり、スマホはとは、配信は PC でやってますけどね。おお、どんぐりどんぐり、丸いどんぐり、かわいいな。丸いどんぐり、あの伊賀も特徴的なんですね。伊賀なのかな、伊賀というかヘタというか。で、あれ、こっち行ったら公園か。ぐるっと回るはず、道があるはずなんだけどな。雰囲気きすぎてるな。ああ、これダメだ。お。おお。おお。
結構リアル系の猿と猫とキツネか、あれ。こういうのはいいな。猫がかなり似てる。あ、ウリボもいる。タヌキ、キツネ、猫、キツネ、クマ、猫。この猫は固定されてるんだよな。ベンチが3分の1無駄になってる。でもこういう無駄はいいな。クマ、頭でか。イノシシとあれイタツかなんかな、ウサギ。あ、これ見せたいな、放送で。小猿も可愛いな。あれ小ギツネか猫か、どっちだ。クマ見えますかね。見えないか。ちょっと再接続で。一枚絵だけでも。あ、いらんことしたかな。繋がらない。やることしたっぽい。これハングしたな。あ、来た。いや、来てない。重い。改めて接続。いかん、余計なことしてしまった。繋がらなくなってしまった。お、来た。やっと来た。で、放送開始と。これでいいか。上り速度は上がるか、上がらんか。やっぱり60前後で、60、70前後で安定しちゃってますね。あ、降ってきた。また雨降ってきた。また降ってきた。なんか降ってきた、なんか降ってきた。よっと。この辺りいいなぁ。降ってる降ってる。ちょっと雨宿りしないと。 うさぎたれ、モグラか。いいなぁ、モグラがかわいい。よっ、あ、呼んだかな。うわ、降ってる降ってる。あと、どんぐり踏んづけたらあちこち飛んでいく。うわ、降ってきた。福島駅の近く。
しょ。結構降るな。濡れたかな。ちょっとついてるな。モグラがいました。何の中継所？うわ、降ってきた。厳しいな、いろいろと。ちょっとそこ別に声を言ってるんですか今。あんまやどり中です。そんな強い意味じゃないんですけどね。こんにちは。結構パラパラ降りますね、さっきから何度も。ねえ、予報ではなかったのに雨。ねえ、結構また降ってきたな。これから冷え込むのか。これから、ああ、降り込んできた。あ、そっか、これやると電波が届かなくなるかな。西からマスか。やめばいいけどな。ファイルノットファウンド、なんだこれ。こっちはザーッと降ってきましたね今。でも雨のデータ来ないな。あ、来た。わあ、結構来てるな。これ予想外に降られるな。電波がなんかあまりにも安定しないですね。スタートボタンを押してないわけじゃないし。今声だけ来てますかね。雨音聞こえるかなこれ。そこそここう、あれ、そう、なんかいる。なんだこれ。あ、差し紙系のやつなのこれ。ちょっと珍しいな。これ下のヘルメット今外してやってるんで。音声 OK。 動き鈍。うん、差し紙じゃないなこれ。あれなんだこれ。いや、差し紙だよな、多分この形は。うー、ピントが、あ、そうだ、手にして、なんだろうな、腹の形が差し紙っぽいんだけどな。ログアウトしました。うわ、死んだ。動きが鈍くてちょっと可愛らしい。お、可愛いな本当に。あ、逃げた。あ、逃げた。可愛い。なんだあれ。
を見ている。あ、これ。あ、やんだかな。あ、こっち映れ、こっち映れ。さん来たな。かわいい。かわいい。散歩しようか。あ、すいません。はい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 。散歩行くよ、ラブちゃん。ラブちゃんなんですか？うん、ラブちゃん。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 あ、結構じゃあ、おじいさんなのか。11歳。あ、そうだ、切れっぱなしだ、そういえば。ラブちゃんが、ラブちゃんが病んできたな。でもさっきの雨雲の様子からして、接続しました。さっきあの福島駅まであの袋詰めして持ってきたんですよ、これ。あの神奈川の横浜の方から。横浜、ええ、横浜ですか。私かな、あの鎌倉市です。あ、そうなんですか。三浦半島じゃないけど、あっちの、あの江ノ島の近くですよね。あ、あっちから来たの？あ、いや、私はあの私は横浜の中山って新横浜の近くなんですけど。ええ、なんだってわざわざ来てね、忍び山。そう、ね。福島駅から来たんですか。そうです。で走り始めは。今出たばっかりです。ね、ええ。ここからどこに行くんですか？ね、ええ。で今日はあの。バンダイアズマスカイラインっていうところの入り口まで行って宿泊まろうと思って、で明日天気がいいはずなんで、明日天気いいはずなのに雨降っちゃってね。ですよね。まだ結構雨雲来てますよ、あの西の方から。なんだって天気予報違うなって、中通りあれだなって話してたんだけども。でそれで明日紅葉を見ようと思って。いいと思います。らしいですね。でこれであの撮影しながらずっとやってるんですよ。頭についてるのはこれカメラなんですよ。ね、まだなんだって、あの自転車で走ってるのを全部録画して、面白い、すごい。だから人と喋るときはこんな風に、外して、どっかに配信してるんですか？あの生放送もさっきやってたんですけど、ちょっと今電波悪くて、生放送、あのフォーマの携帯の電波使ってできるんですよ。あ、じゃあ見れるんですか？今ちょっと電波切れてるんですよ、なぜか。ハイテクですね。でそう、このパソコン使ってやってます。すごい、なんだって。いや、なんか臨場感がありますね。で、まあ、自転車旅行が趣味 で、でそれをあの人に見せてあの広めようと思って。こういうのが自転車でわざわざ来てもらって、いいところを、まあ、せっかく3連休なので。あ、あそこ の、 あの展望台見ました。あの何でしたっけ、一番高いとこと、あと第1第2って回ってきました。ね、第二ですよね。で北側見えるところもどっかあるんですかね、この回っていくと。カラスガサキっていうところがあるんですけど。あれ、カラスガサキって一番高いところじゃなかったですかね。高いところはカラスガサキ。確かあのずっとぐにゃぐにゃ登っていて、
あそこカラスガサキって書いてあったかなと。あと薬師なんとかっていうのがあるんですよね。なんかね書いてありますね。薬師のわらじのあるところ、あ、なるほど。除染してるとかして入れなくなったかね。この辺りもやっぱりなんかあるんですか、ホットスポット。あ、じゃあこの渋谷全体があるのが自然がやっぱり、わらじ祭りをするところの神社が、今入れなくなって、見せたくないすごい坂なんですよ。ねえ、で電波がない、電波。よっと。まあ趣味で来てるだけですけどね。自分が好きで来てるだけです。素晴らしい。気をつけて、どうもどうも。ありがとうございます。あ、あちらは確か JR の企画みたいですね。忍山に。登ってなんとかって確か書いてある。さっき駅前で見たんです、あの人たち。追いつかれてる。ありがとうございます。じゃあお気をつけて。全然来なくなってるな今。30分か。枠につながらなく、つながらなくなってます。ツイート。とりあえずこの後、あと雨がどんだけ来るかかな。まあまだ全然これからだな。いや、これは写真撮れてない。これポトバイ先導だな。いや、来た。どうだろう。124、160、あ、また落ちたな。すみません。ありがとうございます。ダファイサイキドウしてみます。とりあえず雨なんとかなってほしい。なんとか勘弁してほしいな、雨は。あ、電波もフルじゃないんだ、ここ。今電波3本中2本状態でした。下見たらどこ行ったの。ああ、見えなくなった。お、なんか音早いな。あ、やぶかだ。
ログインしていませんってなんだ。接続もう一回。あ、競合する IP アドレスとか言ってる。これがちょくちょくあるのがよくわからんな。こんなことしてる間にも雨雲が。こっち来る下がって途切れてるな雨雲。雨かしら。だとこの先、お、来たかな。これでいけるか。雨雲はパラパラ来てますね。こっち来るに従って途切れてるけど、あ、やっぱりこれしか行かないか。延長できたかな。延長できてないですね。あ、テストテスト、ポタファイ再起動しても、ポタファイ再起動でも変わらないですね。一応あのコメントでも打ってみます。しました。進みます。電波悪いんですね本当に。ここは多分どうも進みます。やった。場所移動ですかね。雨も今止んでるんで。さっきあの地元のお母さんたちと話をしてたんですけどね、あとラブちゃんっていうあの太った犬が来て、あの私がいるせいなのかご主人様がこっち来ても近寄ってこないんですよね。可愛かったですけどね。そう、ゆっくり移動して、とりあえず市街地にあの山ぐるっと回ってから市街地降りますかね。さっきのところの分岐まで戻らないと一周道路に行けないのか。じゃあとりあえずあっちだ。ここまで完璧に電波歩いてるの珍しいな。一定して。はじめまして。私は自転車乗れます。自慢じゃないけど。自慢じゃないけど私は自転車乗れます。あ、今ここはさっき切れたっきりですね。出しとくか。なんかこの先雨が途切れなさそうなんですよね。雨雲が出たり消えたりしながらこっち側に向かってるんで。あんまり遅くなると本格的に降り出しそうだな。あと今日は後ろのバッグが完璧防水のやつではないので、あんまり振られると困る。振られたとしてもパラッと振られるぐらいだろうなと思って雨具だけ持ってきたんですけどね。ここじゃない。あ、さっきのあそこか。この分岐か。あれ、車両通行止め。自転車どうだろう。すいません、自転車は行けますかね、ここ。あ、大丈夫ですか、ありがとうございます。ちょっと、あれ、ユースの喫茶は、喫茶店は一体どこに。山の喫茶は。新しい。てるてる坊主。ピカピカだな、この道。この端っこの盛り上がってるところも、 あれ作ってんのか。今作ってるところなのか、これ。この道まさに今作ってるんですね。蛇の出っ張りのところ今整形してました。
まだ登るか。ここは一旦オンオフするだけなんですけどね。ゾーンが、あれか、喫茶店っぽいのは。お山のすってん町はブルーベリーとゆずの里。すってん町って何でしょうか。ちょっと降ってますね。さあ今日は後半の登りも勾配かなりきついところがあるんですよね。平均 10% 以上とか。よいしょ。クタビッチもいらっしゃいませ。クタビッチもシナビッチもわからない。どういう意味だこれ。ここからぐるっと回って降りていく感じかな。こんにちは。羽黒神社がさっき反対側から見てたところかな。そう、いかにも自販機がね、こんな駅からすぐ近くのところで干からびそうでございます。あとはこれぐるっと下っていくだけかな。この山意外と電波ないですね。さてもうどんぶりサミットは始まってるから、人気のあるどんぶりは午前中で売り切れるところもあるというので、まああまり気にせずに行くか。そのために急いでも仕方がないし、あとそもそも自転車を置いていけるところなのかどうか、駐輪場がない可能性が高いんですよね。しないどころじゃないです。絵的には山の中ですけど、駅のすぐ近くです。駅から2キロ3キロぐらいかな、3キロないかな。道はいいな、味がある的な意味で、のぶり感情で。確か写真ちらっと見たら1杯500円とかで売られてるみたいですね。それで小ぶりだったらまあ2杯ぐらい食べたら1000円で腹いっぱいなのかなと思ってますけど、それも20店舗ぐらいあるのかな、10店舗以上あったはず。まあ多分お釣りのやりというところあるから500円なんでしょうね、全部。あと去年岩手県の餅サミットっていうのに行った時には、私は土日の日曜日の方に行ったんですけど、土曜日の時には出店側の方がみんなビビっちゃって大した数用意しなかったもんで、午前中に全ての店の餅料理がなくなってしまって、食べ損ねた人多かったみたいですね。だから私は日曜に行ったらちょうどよかったのかもしれない。確かああいうのってサミット運営側から最低何食以上用意してくださいっていうのはあるらしいんですけど、多分その最低だけしか用意しなかったのかな最初は。今年は去年の教訓を生かしてだいぶ良くなってるはずだと思う。
にしてもなんで電波悪いんだろう、こんなに市街地の中なのに。お、あ、これは西側見てんのかな。そうそう、持ち主、あ、やっぱり西側見てる。これ持ちレジェンドの人いるかな、今年も。顔はなんとなく覚えてるんですけどね。私の田舎の母方の田舎の方のおじさんの声に少し似てた。よっと、第三展望デッキですね、ここは。標高はもうこれだいぶ降りてきたかな。うん、さっきの一番高いところに比べたら半分ぐらいのところですね。そう、忍山っていうらしいです、弓は。私も知りませんでした。で、私はこれからどっかあの、あそこいらあたりの山に登るはずなんですよ。雲がすごいな。よし、まずは全国どんぶりサミット、どんサミット。こんにちは。今回初っ端から電波悪いみたいです。景色は結構いいんですけどね、今。なぜかこの山、市街地のど真ん中にあるのに。それか私の環境の問題なのかな。とにかく配信がうまくいってません。声だけ言ってる感じだと思います、今は多分。電車に登るのはこっち側からゆっくり登ってきた方がいいかな。急勾配で一気に登ると疲れる。割と全部制覇できてるんじゃないかな。電波は何ででしょうね。市街地に降りても一緒だったら私の回線の問題かな。いまだになんか規制食らってんのか。何系、 IT 系というところまでは行ってますけど、それ以上のことは秘密にしてます。今はこれで南の方に向いてるのかな。もうこれで駅スタートしてから2時間か。テポですよね、位置的に。ん、市長、なんか、ん？あ、自販機だ。なんか飲んでいくか。冒険の森。お、ちゃんとゴミ箱もついてる。ちょっとここで一杯。
ヤクルトが作った乳製飲料レモンスカッシュさっぱりオレンジ、もうさっぱり。あと特報コーラか。次の画像、やっぱり切れてはいないんですよね。千円札使えるような、よかった。100円玉がない。今自販機中。ヤクルトが作った乳製飲料ミルージュソーダ、美味しく爽やかなヨーグルト風味。ルタンさん100円玉か。よっと、酸味があってうまいな。福島盆地というらしいですね。ちょっとまだ全部飲まないでいいかな。ああ、PC がいらっしゃいませ。また。これは今何か切れたかな？お、切れてない。どこも切れてないか、これ、もしかして。やるなぁ。いや、オーディオ切れた。回線。ああ、そうですね。あ、でも切れてないな。今声言ってますかね。今 PC ぶら下がったけどよくどこも切れなかったな。ウェブカメラも切れてない。音声もこれちゃんと IC レコーダー通して入ってるな、すごい。ミルージュソーダ途中までいただきました。美味しかったです。やっと、もうすぐ12時ですね。で、ヒレフスのヒレとは何か。餅はない。餅は嘘。言ってらっしゃいます。これで市街地に降りて電波急に良くなるとも思えないな。あ、こう言ってますか。そう、声だけが行くような帯域で安定しちゃってるんですよね。あ、なんかドームだ。これはヒレカツのヒレか。ヒレカツで伏せる。なんか60とか70キロ BPS あたりで頭押しになってるんですよね。もちろん来週ですね。そうそう。で、福島城ってあるんですかね。ん ?2 個の塩餅で、来週岩手県の餅サミット行くつもりなんですけど、去年の餅サミットだと結構並ぶので、1回餅料理買うのに
1回あたり5分とか10分とか並ぶことがあるので、配信しながらだと難しいんですよ。なので誰か同行してくれると、餅を買う人と、カメラの前で餅料理を食う人っていう、まあ、交互にやったりできると思うんですよね。だからツイッターで誰か一緒に来ませんかって募集しようと思ってます。銀座バージョン、私は別にあれどうでもいいですけどね。そんなに使いづらいとも思えんけどな。いや、ラジオ放送中です。銀座にすると背景がなんか鉄っぽくなる。あれ鬱陶しいんですぐに黒にしましたけどね。なんか最近あのニコニコはいろいろ批判されてますね。まあ買ってきて食べるっていうのを2人とか3人でやればあんまり途切れずにいけるんじゃないかなと。あ、さっき先ほど一変したんですよ。いや、買うだけではなくて買ってきたらじゃあ次の買いに行けというわけではないんですけどね。だいぶ降りてきました。ほぼもうこれ、あ、動き出した。え、じゃあやっぱり電波山だけの問題なのか。で、さっきあのおばちゃんたちと話したときに、お母さんたちと話したときに、どこどこの神社が今この山の上のどっかの神社が除染で入れなくなっているとかいう話がありましたね。描写動く。ん、青森まで、え、青森甘えんな。あ、どっかで降りるとこ間違えたな。じゃあ本当に山の中の問題なんですかね。よし、じゃあできるだけ早く除染、どうなんでしょうね。あれ、これ今のとこ降りられるのか、怖いな、間違ったら。除染め、どこ降りられるのか、これ降りられないよな。除染め、さっきどっか降りる分岐があったのか。じゃああ、遅い。水洗いと土を削る。そう、いずれはアップロードしますから、いずれ。あれ、どっか降りられるとこあったんだ、今のところ。どこにあった？ん？削ってまたその土をどこに持っていくかって話なんですかね。家庭で、家庭で？どこにあった分岐？さっきのとこまっすぐ行ったらまた完全元のところに戻ってしまうんで、できれば違うとこで降りたい。着きます。あれ、あった、あるか分岐。このすぐそこあたりに、あ、あった。完全見てなかったな。ちゃんと道がある。市街地磯部方面かな、50編と書いて磯部かな。またか。山離れたら良くなるのかな、本当に。さっき急に良くなったみたいですからね。そう、下の方で今信号機があって急いになったな、救急車が。
そう、コスモクリーナーですよね。早くどっか開発しないかな、コスモクリーナー。おお、またなんか踏んづけた。木の枝かどんぐりか。市街地出てきた。結構な山だったな。自転車も止まれ。うう、肌にきた。今頃さっきの炭酸が。いや、市街地出たからもう電波バッチリのはずですよ。こっからそれの扱いでいろいろあるんだろうな。